はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はダイソーさんの購入品を紹介していこうと思います。今日はね、量がちょっと多めかなと思うので、ちゃっちゃとねやっていこうと思うんですけど、今日ね、私お休みで、いつもフラメンコをね、ちょっと習い始めた、その、フラメンコのお友達と一緒に、お昼っていうかね、遅めのランチをね、さっき食べてきたんですけど、ラーメンを食べたんですけど、その、ラーメンとセットで、黒ごまカレーセットみたいなのがあったんで、それをね、頼んだわけですよ。で、まあ皆さんね、私の動画見てる方、わかる方もいるかなと思うんですけど、前にアイスに白ごまかかってたっていうお話をさせてもらったんですけど、なんとびっくりデジャブで、今日のカレー、黒ごまが中に練り込まれて、まあルーにね入ってんのかなっていう想像をして頼んだらびっくりですよ。カレーの上に黒のね、普通の入りごまがパラパラパラっとかかって出てきたわけですよ。で、私その白ごまのね、件もあったから、私ちょっと笑いそうになったんですけど、あと一緒に行ったね、お友達は、ちょっと私それ多分話してなかったかなと思ったので、あえてね、こう我慢して食べたんですけど、ちょっとね、びっくりしました。カレーに黒ごまっていうその選択肢も私の中ではなかったので、初めての経験だったのでね、ちょっとびっくりしましたよっていうお話をね、されてもらいたくてね、今お話ししたんですけど、皆さんどうですかね、カレーに黒ごまかかってたことありますか？ないかなって思うんですけどね。まあちょっとこの歯、私スキッパっていうか歯石を取った時に歯と歯の間に隙間ができちゃってて、全部がこう挟まるような状態なんですよね、ごまとか食べると。だから基本ごまとかあんまり食さないタイプなんですけど、まあ入りましたよね。入ったけど、まあ入ってますよっていうのを全面に出さないようにね、こう頑張って処理しましたけど、なんとか。はい。でもまあ、カレーはね、美味しかったです。はい。ではですね、ダイソーさんの購入品を紹介していこうと思います。今日もね、最後までお付き合いしてもらえると嬉しいです。はい。はい。ではですね、ダイソーさんの購入品を紹介していこうと思います。まずはですね、こちら。めちゃくちゃ可愛いね。ポケモンのピカチュウのね、ノンアルコールの手口拭きがありました。この間買ったばっかりなんですけど、またね、ちょっと欲しくなって買っちゃいました。80枚入りで、無香料っていうことだったのでね。ピカチュウの柄は初めて見ましたね。はい。で、無香料なのでね、無香料じゃないや。ノンアルコールなので、まあ、手元とか口元ね、袋には全然手口拭きはね、私使うので、これはストックで取っておこうと思います。はい。で、続いてがですね、こちら。アルコール除菌のウェットティッシュ25枚ですね。大判タイプになっているので、25枚。で、まあね、数は少ないんですけれども、サイズがね、20センチ ×30 センチ。で、結構大きめなんですよ。私これ結構好きで、この大判サイズね、買ってます。で、これはアルコールが入っているタイプですね。約 30% 配合ということなので、ちょっと私アルコールに免疫がないので、なかなかね、これで手を拭いたり、お口を拭いたりっていうことは絶対しないので、このアルコール除菌のウェットティッシュは、車に乗るときにハンドルの周りを拭いたりだとか、あとはドアノブのところを拭いたりとか、そういうところに使ったりしています。はい。で、続いてがこちら。これはね、キティちゃんの、柄違いのアルコール除菌のウェットティッシュになります。で、これも大判で、サイズもね、先ほどと同じ20センチ×30センチになっています。で、こうやってね、見比べてみると、可愛いですよね。この2パターンがね、新しく出ていたかなと思います。こっちはね、ベビーキティちゃんみたいな感じ。で、また可愛いですよね。はい。こちら2点ですね。で、続いてご紹介するのが、こちら。はい。季節ですね。ふわもこルームソックスになっています。で、これは5本指タイプのホワイトボーダーということで、まあ、サイズはね、23センチから25センチになっています。
で、これ100円のものなんですけど、200円とか150円のこのモコモコタイプもたくさん発売されていました。で、私はね、この5本指を買ってきたんですけど、普通のタイプの靴下でもいいんですけど、結構ね、私この5本指大好きなんですよね。楽っていうかね、なんか落ち着くんです。指一本一本こう、足の指分かれてるとね。はい。で、こちらの、ルームソックスと、あとはこちらですね。色違いの、こんな感じのね、色が違うルームソックスも買ってきました。はい。これからのね、季節にはこのモコモコソックスは欠かせないので、これはね、履いて冬を、頑張って越そうと思います。で、続いてご紹介するのは、こちらですね。フラッピーの毛糸になります。で、これね、F2 番のチャコールグレーっていうことで、買えなかったね、色の毛糸が入っていたので買ってきました。はい。で、こちらフラッフィーは、アクリル 100% ですね。50g で 155m ということで、ニードルかぎ針がですね、3.75 から 4.5mm という感じになっています。はい。で、チャコールグレーで、少しね、色が強めというか濃いめのね、グレーになっていますね。はい。で、これはね、手触りがすごくいいので、肌に身につけるもので、何か作品にできたらなと思います。はい。で、こちらの、F2 番のチャコールグレーを2玉買ってきてます。2玉あればね、何かこう少し大きめなものも編めるかなと思いますのでね。2玉買ってきました。で、続いてご紹介するのがこちらになります。メランジですね。はい。で、これはですね、スモーキーパープルということで、私このね、スモーキーパープルまだ手にしたことがなくて、やっとね、買えました。783番のスモーキーパープルですね。はい。で、ジャンコードはこちらになってます。で、よいしょ。かな?はい。で、メランジはですね、アクリルが 100%、約 60g で 108 メートルになっていますね。で、使用棒針が10号から13号。かぎ針が7から8号ということで、使いやすい太さのこのね、大人気なメランジなんですけれども、ちょっとね、この寄りの部分が甘いかなっていうような感じはするんですけど、たまにね、違うところに針入っちゃうことあるんですよね。まだ私、編み物初心者なので、なのでね、こういうこう100円の毛糸で練習をしてね、ゆくゆくは、気仙沼、のオパールを手に入れようと思っています。まだね、オパール買えるぐらい編み物が上手じゃないので、もう少し調達したら、自分ね、すごく今ずっと欲しいなと思ってるオパールの糸があるので、それをね、買いに気仙沼まで行きたいなと思っています。はい。こちらメランジですね。で、続いて、よいしょ。はい、ご紹介するのが、こちらのアクリル毛糸の波太になります。はい。これはですね、323のフレッシュグリーンというカラーになっています。で、アクリル 100% ですね。40g で68メートル入っているものです。棒針だと6号から7号、かぎ針が5号から6号っていう感じになってますね。で、このね、アクリル毛糸、これを使って、バッグの底とかをね、編んでもいいかなと思ったんですけれども、これはね、モチーフの葉っぱの部分を、このね、グリーンで作りたいなと思って買ってみました。このね、アクリル波太の緑のやつと、あとは、こちら。はい。これはね、コーラルピンク。すごくね、可愛いピンクのカラーになっています。で、20A って書いてあるので、今年なんかね、出たやつだとは思うんですけれども、カラーナンバーが407番のコーラルピンクになっています。はい、で、ジャンコードは、こちらですね。はい、コーラルピンク。はい。で、こちらと、
とはこちら、アクリル毛糸の波太ですね。で、これは、カラーナンバーが408番の、フューシャピンク。すごくね、ビビッドなカラーのピンクになっていて、めちゃくちゃ可愛いです。はい。で、これとこれを合わせて、こっちをお花、こっち葉っぱっていう感じで編んでもすごく可愛いなと思って買ってきました。で、これはね、バッグの底に編むのにはすごく柔い感じのカラーなので、これもいいなと思って、全部組み合わせられたら素敵ですよね。で、続いてがですね、こちらのアクリル、100% のアクリルヤーンですね。で、これはホワイトになってます。はい。で、これは、アクリル系統なんですけれども、ちょっとね、さっきのとはまた違った感じなんですよね。色番が1番のホワイトになっています。で、これはですね、棒針が8号、で、かぎ針が6から 7.5 号ですね。はい。で、70g の147メートル入っています。で、こっちのね、波太、このアクリル系統の波太と比べると、すごくね、こっち柔くって、どっちかって言ったらこれ、まあ、メランジに近いような感じの肌触りはあるんですよね。で、こっちはね、本当にザ・アクリル毛糸っていう感じで、アクリルたわしを編んだりするのがこっちの方が良さそう。で、これはどっちかっていうとすごく柔い感じになっているので、これで、を、2本取りにして、バッグの底に編んでもいいかなと思って買ってきました。で、6から 7.5 号針使えるっていうことなので、6号針でバッグの底を編んでもいいんじゃないかなと思いますね。で、70g で147メートルも入っているので、底部分ってなかなか見えないのでね。バッグの底を編むのは、こういう、こうアクリル毛糸の白とか黒とか少しこう響かないようなカラーで編んで、側面を段染めのね、可愛いっていうか綺麗なね、糸で側面の部分を仕上げてあげてもいいんじゃないかなと思ったのでね、今度ちょっとやってみようと思ってこれを一玉買っています。はい。で、続いてご紹介するのがですね、こちらのブックマークになりますね。これ素敵じゃないですか。3種類、4種類くらい種類があったんですけれども、花って書いてありますね。ちょっと、この辺くらいでギリですかね。はい。で、本にね、こう引っ掛ける感じで使うみたいです。開けてみると、はい。こういう感じのね、ブックマーカーになっています。ここでね、本にこう引っ掛けるんですね。可愛いですよね。なんか大人っぽくておしゃれだなぁと思って買ってみました。このね、淡いカラーがすごく素敵ですよね。で、こちらのブックマーカーを1個と、あとは、こちら。これね、葉っぱ型の粘着フックっていうことで、カラーの方がですね、こちらの、これはグレーなんですけど、あと、ホワイトのやつも発売されていました。3個入りになっていて、1個が約1キロまで耐えられるみたいですね。はい、なんかこのおしゃれなハンガー粘着フックが欲しかったので、これを買ってみました。で、飛び出てるこういう S、なんかフックになってるのも、いいかなと思ったんですけれども、これだと一見まあフックに見えないっていうところですよね。はい。こんな感じでペタンとしたものになっています。で、ここにね、フックをかける感じ。で、後ろはね、もう粘着のシールが、両面テープがもうついてくれてますので、これをペット剥がして貼るだけ。っていう感じです。で、すごくおしゃれだと思います。モノトーン系が好きな方だったり、まあシンプルなものが好きな方にはすごくいい商品じゃないかなと思います。こちらですね。はい。で、続いてご紹介するのがこちら。はい。
こんな感じで、ミニファニー付箋、うさぎということで、これね、150枚入っています。はい。ジャンコードはこちらですね。はい。1柄15枚っていう感じですかね。10個、15枚。1、2、まあそうですね。1、2、3、4、5。うん。1、2、3、4、5。うん。10個、10柄の15枚ずつ入ってるっていう感じですね。で、ミニ付箋ですごく最近なんか私の中でブームで、この間もちっちゃいね、ミニ付箋の方をご紹介していたんですけれども、こんな感じのね、付箋になってます。で、これは紙の付箋になっていて、まあ一枚一枚が割といい感じの厚みで、ペナペナっていうわけではないですね。はい。で、柄もね、一枚一枚違う感じですごく可愛いと思います。こんな感じの付箋になってます。で、このまま、手帳とかに入れておいたりとかもできるし、薄い感じなので、そこまで響かないかなと思うのが、このミニ付箋のね、いいところなんじゃないかなと思います。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら。このね、シール、スケジュール帳に可愛くっていうことで、はい。パンダスケジュールっていうシールなんですけれども、これね、あのパンダに似てませんか？ CM で皆さんよく見かけます。あのパンダですね。そう。私ね、あのパンダが大好きなんですよ。可愛いですよね、CM で踊ってる姿が。で、今回はね、これを発見して、やばいやばい、買わねばと思って買ってきました。でね、この辺ちょっとね、キラキラしてて、白押しされてる感じのものもあります。こんな感じで、ところどころね、白押しされてますね。こういう感じで。はい。で、こんな感じのね、シールがありました。この私、この顔が好きですね。ちょっと困ったような、この眉毛とか、めちゃくちゃ可愛いと思います。大好きです。はい。こちらを1点ですね、買っております。続いてご紹介するのがこちらになります。ちょっとね、系統を避けましょうかね。はい、こちら。トラベル用の圧縮袋になっているんですけれども、めちゃくちゃ可愛いサンリオのね、シリーズのやつがありました。で、収納物の物の目安ということで、セーター、トレーナーは約2枚から4枚ということですね。で、手でね、簡単に圧縮ができるトラベル用のものになっています。で、縦が60センチで、横が約45センチで、スライダーがついてますということで、こちらはね、1枚入りになってましたね。はい、ちょっとね、画面に入りきらないくらい大きいものなんですけれども、こんな感じで、ね、めちゃくちゃ可愛いです。このサンリオのね、キャラクター柄が、ほぼ全てっていう感じで乗っているんじゃないかなと思います。そう、私の好きなね、シナモちゃんもちゃんといてくれますね。可愛いです。もうこの子もね、見たことあるけど、この子、名前がね、もう出てこない。そう。かわいい。で、ちゃんとね、こうロゴが入っていたりとか、サンリオキャラクターズっていうロゴがね、入っています。めちゃくちゃかわいいです。はい。まだね、旅行をね、控えてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、もしね、機会があって、ちょっとね、遠出するよとか、何かっていうことがあったらね、ダイソーさん、まあ、セリアさんでもね、こういう可愛い圧縮袋売られていますので、見に行ってみてはいかがでしょうか。はい。で、続いてご紹介するのが、こちらになります。これも初めて買いました。合皮のハニレになります。で、2種類カラーがあって、今回はナチュラル系の方ですね、買ってきました。で、5枚セットになっていて、まあ、一つのサイズが約20センチ×20センチ
になっているみたいです。で、私この間スタンプをね、初めて買って、これは可愛いと思いました。ので、このね、歯切れで、あの布用のね、あのスタンプの、なんていうの、スタンプパッド、インクパッドを買って、ちょっとこう自分のね、あの、はなんていうの、こうタグ、革タグみたいなのを作れば可愛いんじゃないかと思って買ってみましたね。そう、あの自分のね編んだ作品とかにこのちょっと革タグをねつけてみたいなーなんていう欲望にねちょっと駆られてしまいまして、もうこれ買ってきてみました。でこれね、あのナチュラル系っていうことで、まあ捨て色が特にないんじゃないかなと思ってね、これにしてみました。ホワイト系がね、ちょっと3色入っていて多いんですけれども、まあこの色はよく使いそうなカラーですよね。で、こっちもね、とは思ったんですけど、でもよくよく考えたら、このマスタードカラーっていうのも使い勝手は良さそうです。捨て色がなさそうなナチュラル系のね、カラーを今回一つ購入してきました。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら。ひねり金具ということで、バッグのね、金具になっています。こんな感じで。はい。で、これは、こう、バッグにね、こう、通して、後ろで留めるっていうような感じの金具になっているので、ちょっとこれをね、バッグにつけてみようと思って買ってみました。で、初めて使う金具なので、まあ、ちょっと動画にはね、できないかなとは思うんですけれども、つけて、まあ、もし可愛く出来上がったら、ちょっとそれもね、ご紹介していこうと思います。で、続いてが、こちら。はい。10ミリ幅のね、スナップボタンを買ってきました。これは15個入っているものです。で、ダイソーさんね、このスナップ、割と種類が多いです。で、今回はこの大きさにしてきたんですけれども、大きいのもちょっと欲しいかなっていう感じで思いましたね。で、このスナップは、縫い付けタイプになっています。ここからね、縫い付けるタイプになっているので、ポーチを作った時の、留め具を何にしようかなって悩んだ時に、このスナップをつけてあげれば、そこまで悩まないんじゃないかってことに、自分の中でこう気づいたんですよね。なので、ちょっと一回お試ししようと思って、この大きさで買ってみました。で、続いてが、こちらのカラーボタン、ミッキーマウス、3個入りになっています。かわいいですよね。3色入っていて、まあ3個で100円っていうのは、ちょっと割高かなとは思うんですけど、他のボタンでも、まあ、3個で100円っていうのはあるので、そう、それでこのミッキーちゃん柄のボタンだったら可愛いなと思って買ってみました。はい。で、近々ですね、来年か。私のいとこがね、また二人目っていう感じで赤ちゃんが生まれるので、その子に何かを作ってあげたいなと思ったんですね。一人目のね、お子様の時には、お子ちゃまの時にはね、ブランケット、なんていうの?お買い物かごカートに乗せた時に、こう、ちょっとふわっとかけられるような、ブランケットみたいなのを編んであげたんですよね。で、今回は、まあ、ちょっと違う感じで何か作れないかなと思ってね、これを買ってみました。何かボタンをつけるようなものをね、作ってあげたいなと思います。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら。チャック付き整理袋のプーさんです。これね、可愛いです。L サイズで10枚入っているものになりますね。で、縦が20センチで横が14センチのサイズになっています。プーさん。はい。で、この黄色のね、こういうプーさんのこの整理付きチャック袋って、私買ってなかったなぁと思って、この大きいサイズ。で、これは前からあったのかな?私ディズニーのところあんまりね、注意してよく見ないので、どうかなと思ったんですけど、買ってきてみました。でもね、これめちゃくちゃ可愛いです。はい。このね、はい。整理付きチャック袋はここが、私この、ここが好きなので、ついつい買っちゃいます。これね、お薬入れるのにすごくいいサイズなんですよね。
はい、こちら L サイズが10枚ですね。で、続いてがこちら。これもね、チャック付き整理袋のデイジーですね。で、これは S サイズになります。S サイズは15枚入っていて、縦が14センチで横が10センチになっていますね。で、これも開けてみるとこういう感じのデイジーちゃんですね。すごく可愛いと思います。で、こういう袋はね、もうほぼほぼ使い捨てっていうような形で使っちゃうので、何枚あってもね、足りるかなと思って買ってきました。で、食べ物とかじゃないので、これ系はね、私結構ストックして持ってるんですよね。もうなんか収集癖がね、さらに増加してるんじゃないかなって思うことあるんですけど、こう袋系の可愛いものってついつい買ってしまう癖があります。はい。で、続いてご紹介するのが、こちらになります。クリアバッグなんですけれども、こっちのね、カラーと迷ったんですよね。で、間違いないものでタイがついています。クラシックって書いてあるやつですね。22枚入りになってます。で、これは食品を直接入れられますということで、買ってきてみました。で、サイズがですね、ちょっと、こっち袋出したやつ。これね、かわいいです。はい。よいしょ。こんな感じで、下の方がちょっとね、透明な感じになってて、後ろもね、ここが透明な感じになってます。で、これね、ちょっとアメリカのお菓子が入ってるような袋のデザインですね。こんな感じのデザインになっていて、で、大きさがですね、はい。で、縦が約 18.5 センチ。で、横が12センチになっています。で、これはタイがね、ついてます。こんな感じのカラフルっていうかね、キラキラしたタイがついています。はい。で、これかわいいですよね。こう、上ね、このなみなみカットかと思いきや、これ印刷で、これちゃんとした、こうなんていうの、袋になってて、ここはなみなみは印刷になってるんですよね。な感じ。はい。で、これと、あとは、こちらですね。はい。まあ、底待ち、ジップ、ハンドル、バッグ。なんか、片言。底待ち、ジップ、ハンドル、バッグのモンスターズインクですね。で、3枚入りですね。で、食品も直接入れて大丈夫っていう感じです。で、大きさがですね、縦が21センチ。で、横が20センチ。で、マチの部分が7センチあるみたいです。はい。で、開けるとこんな感じで。めちゃくちゃね、発色がいいピンクになっています。かわいいです。こんな感じだね。で、ここがね、ジップになっていまして、で、マチがね、下にあります。ここのマチが7センチになっているみたいですね。こんな感じで。かわいいです。このね、カラーがめちゃくちゃかわいいと思います。で、このモンスターズインクのやつも、あともう一種類あったと思うんですけど、今回はね、こちらの一種類のみ購入してきました。はい。で、3枚入りなので、割としっかりしてる作りになってますね。ペナペナっていう感じではないです。はい。これもね、おすすめですね。で、続いてが、こちら。はい。これはですね、底待ちソフトハンドルバッグの5枚入りということで、まあ未包装の食品や薬を直接入れないでくださいっていう感じですね。で、底待ちがついてます。で、サイズが縦が18センチ、で、横が25センチ、で、待ちがね、10センチあります。はい。開けるとこんな感じの、これもね、また、可愛いです。こんな感じで。可愛い。トイストーリーのものになってますね。はい。で、ここのね、下のマチ、ここがね、10センチありますね。だいぶ入るかなと思います。こんな感じで。可愛い。で、後ろと前でね、あ、同じですね。模様、柄は同じになってます。はい。かわいいですね。はい。で、今日はですね、これ、あ、違う、もう一個ありました。
ちょっとね、さっき紹介し忘れ。はい。こちら、テーブル用のバックハンガーになってます。で、これはね、耐荷重量が約10キロまでっていうことで、これを選びました。まあ、ホワイトで、モノトーンで、シンプルな感じで、バッグにつけておくのには、これが、すごく可愛かったんですけど、ミッキーちゃんのやつだったり、あと他の、お花のやつだったりっていろいろあるんですけれども、この、耐荷重量が10キロっていうのが、これが一番、重さを耐えてくれるっていうことでね、これを買ってきました。で、これね、私、仕事に行って使おうと思ったんですよね。会社のデスクに、バッグかけるところがなくって、私いつも机の脇とか、横とかって置いてんですけど、やっぱり人通るときにちょっとぶつかられたりとか、いろ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 な問題が生じてくるんですよね。踏まれたりとかね。するので、ちょっと嫌だなと思っていて、で、私のバッグって仕事用の営業バッグってすごく重いんですよ。で、3キロとか4キロって、耐荷重量あるやつはあるんです、あったんですけど、ちょっと悩んで、バッグの量、重さ測ったことないから、どれぐらい重いか分かんないかなと思ったんですけど、まずこのね、10キロだったら間違いないと思って、これにしてみました。あんまりね、軽い感じのあれだと、ちょっと壊れたら困るので、これをね、買ってみました。で、ここにね、シリコンがついてて、まあ、テーブルにつけた時に、ずれないよっていう感じのシリコンなのかなと思いますね。で、ここにね、バッグをかけるみたいです。はい。で、これはね、シンプルで持ち運びにも良さそうなので、これをね、ちょっと使って、会社でね、バッグ踏まれないようにしようと思います。はい。はい。本日の購入費は以上になります。最近では珍しくね、ちょっと量は多めだったんじゃないかなと思うんですけれども、楽しんでいただけたでしょうか。私がね、最初冒頭でね、お話しさせてもらった、黒ごまのね、お話もさせてもらったりとか、今日はちょっとね、雑談が多かったかなと思うんですけども、楽しんでもらえてたら嬉しいなと思います。はい。今日もね、新しいものいっぱいありましたねって思ってくれた方は、ぜひぜひ、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントも、どんどん残していってください。ちょっと最近お返しができなくなっていてすみません。何せ忙しかったのでね、ごめんなさい。はい。ではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。